洗濯物の乾きが悪いと思ったら、乾燥の標準コースでもう一度乾燥してください。洗濯物の乾きが悪いときは、蛇口が閉まったままになっている、乾燥フィルターが目詰まりしているなどが原因です。点検や確認をしてください。また乾きが悪いと感じたときに、乾き具合をしっかりに設定することもできます。最初に蛇口が閉まったままになっていないかを確認してください。乾燥運転時には洗濯物から出る湿気を水で冷やし、水分に変えて排出することに水道水を使います。次に乾燥フィルターを点検し、目詰まりしていたらお手入れをしてください。乾燥フィルターが目詰まりすると、洗濯物の乾きが悪くなります。乾燥運転のたびにお手入れをしてください。乾燥フィルターを手前に引き出します。黄色いロックレバーを外し、フィルター B を持ち上げます。